どうも、全力投資です。1月31日水曜日、本日も資産公開やっていきたいと思います。で、本日は1月の月末ということで、今日の動画では資産公開をした後、1月のトータルのパフォーマンス、このあたりについてもお話をしていきたいと思います。あと、持ち株の中でかなりの企業数で決算が出てきていますので、昨日の動画に引き続き、持ち株の中で私が注目した決算なんかについても動画の後半ではお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。 ということで、今日の日本株、非常に強い一日だったんですけれども、日本株、出だしはね、結構売られて始まったんですけれども、引けに向けてどんどんと値を上げていくような展開になっていましたので、株価は高値もみ合いといったところではあるんですけれども、1月は月初からかなりの上げ幅で株価も上昇してきましたけれども、月末、今日は買われて終了ということで、非常にいい1ヶ月の締めくくりだったかと思います。 日経平均本日の日中足ですが、1月31日は昨日よりも安いところから寄りついた後、前場に関しては基本的にはマイナス圏での推移だったんですけれども、5場に入ってからですね、ぐんぐんと値を上げるような展開になっていまして、2時前ぐらいからはプラス圏に浮上した後も、どんどんと上値を上げていって、最終的には本日かなり高い水準で引けていますので、日経平均は5場が強い1日ということで、非常に良かったかと思います。 そんな結果、日経平均昨日に比べてプラス0.61%上昇、値上がり幅で220円、終わり値で36,286円となっています。日経平均また36,000円超えてきましたね。個人的には36,000円を天井にしてちょっと弱い動きが来るのかなと思っていたんですけれども、今日の動きなんかを見ているとまだまだこの先上げていくんじゃないかなと、そんなことを期待させてくれる本日の日経平均の値動きだったかと思います。 次にトピックスを見ていきますが、今日はトピックスがめちゃくちゃ強いんですよ。1月31日の日中足ですが、トピックスに関しても、前場の寄り付きに関しては、昨日よりも安いところから始まったんですけれども、前場の間にプラス圏に浮上した後、5場も基本的には変われる一方となっていまして、最終的にはトピックス本日高値引けとなっていますので、上昇率としてはそこまで大きくはないんですけれども、中身を見ればですね、トピックス今年一番強い一日だったんじゃないかなと思います。 そんな結果、トピックスは昨日に比べてプラス0.96%上昇、値上がり幅で24ポイント、終わり値で2551ポイントとなっています。トピックスは確か昨年来高値を更新してきたかと思いますので、ここからまだまだ青天井でどんどんと株価を上げていくのか、このあたりで一旦揉み合ってくるのか、そのあたりも日本株の決算がどんな風に影響してくるのか、このあたりが注目かなと思います。 ということで、日経平均もトピックスも本日は非常に強い一日だったんですけれども、今日は東証全体で見ても、買われた銘柄非常に多かったんですけれども、今年に入ってから強い値動きをしていた半導体関連の銘柄に関してはね、値下がりをしているところも結構ありましたので、やっぱりこのあたりの資金の流れっていうのがね、ここ数日は変わってきているのかなと思います。 そんな感じで1月31日は非常にいい1日だったんですけれども、そんな結果私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、1月31日は昨日に比べてプラス25万1894円となっていまして、証券口座内の資産合計額で3435万2447円となっています。 ということで、1月の月末、私の資産はそこそこ大きく値上がりしてくれた、そんな1日だったんですけれども、今日は値上がりしている銘柄も結構多かったですね。ということで、持ち株の値動きを見ていくんですけれども、今日は建設とか設備関連の銘柄が結構強い動きになっていまして、コムシスとか積水大団、このあたりは揃って、どれもそこそこ大きな上昇率になっています。で、JC リクルートメント、プラス1円ということではありますが、しっかりした値動きですね。 はい。で、その次、アルトナーですけれども、プラス4円となっていまして、こちらもしっかりした値、ね、動きだったかと思います。一方で、ヒューマンホールディングス、ワールドホールディングス、このあたりに関してはそこそこ下落をしているんですけれども、年始に入ってからかなり上げてきていた銘柄群になりますので、まあ、このあたりで一服なのかなといったところです。で、その次、ハードオフコーポレーションですね。今日はプラス14円となっていまして、ハードオフコーポレーションもね、ここ最近ずーっと株価強いですね。 はい。で、その次、エレマテック、東京エレクトロンデバイス、このあたりの半導体関連の銘柄になるんですけれども、今日は揃って下落となっています。エレマテックに関しては昨日決算が発表されていたんですけれども、業績自体はね、今季大体30%ぐらいの減益になっていましたので、まあ、そのあたりを嫌気されての売りが出てきているのかなと思います。 次に、創日ですけれども、今日はプラス34円となっていまして、こちらも結構いい値、ね、動きだったかと思います。で、次に、ヒューリックですね。ヒューリックも昨日決算を発表していまして、こちらが場中決算で昨日は売られていたんですけれども、やっぱり今日買われてきましたね。ヒューリック自体は個人的にはね、かなりいい決算だったなと思いましたので、昨日、場中決算の後、売られてきていた理由が全くわからなかったんですけれども、やっぱりね、業績がいいんで、このあたりは改めて評価されているのかと思います。 一方で不動産セクターの中でも、ウィルとかヒューリックリート投資法人に関しては本日下落となっています。はい。で、次に比べですね、プラス29円となっていまして、こちらもしっかりした値動きではあるんですけれども、SRA ホールディングスがマイナス5円となっていまして、SRA もここ最近は株価も見合いといったところです。 で、その下、また科学セクターですけれども、電化、三菱、ケミカル、タキロン CI、このあたり全部買われていまして、クラレも含めて今日は科学セクター、結構強い値動きだったかと思います。で、次に J タワーなんですけれども、今日はマイナス35円ということで、残念ながら今日は売られているんですけれども、今日もグロース市場に関しては結構弱い値動きでしたね。市場全体に引っ張られて J タワーも値下がりしているのかと思います。次にアルプス技券ですけれども、こちらがマイナス25円で、そこまで大きくはないんですけれども、まあまあ売られているといったところです。 はい。フォーカスシステムズマイナス1円ですので、ここは踏ん張ってますね。で、山田コンサルティンググループ、今日はプラス54円ということで、ここは今日はかなり値上がりしていましたね。で、その次、出光ですけれども、マイナス7.4円となっていまして、出光もね、ここ最近の原油関連の動きで、今日は売られていたのかなと思います。 で、今日は製造業の銘柄群がめちゃくちゃ強くてですね、日本電気ガラスプラス55円、こちらもしっかりした値動きなんですけれども、東海カボンもプラス10円ほど値上がりしていますし、日本特殊峠業とか、日本製鉄、SWCC、ARE ホールディングス、このあたりまで全部強いですね。 で、3話ホールディングスマイナス45円となっているんですけれども、3話に関しては本日場中決算ということで、第3クォーターの決算を発表してきていたんですけれども、個人的にはね、3話の決算内容結構良かったかなと思うんですけれども、売られているところを見ると、やっぱり市場の予想にはちょっと物足りなかったのかなと思います。ただ、業績もかなり伸びてきていますので、このあたりはですね、引き続き来期以降も業績を伸ばしてくれるんじゃないかなと期待しています。 はい。で、その次 DMG 森製機も今日はプラス12円となっていまして、こちらも強いんですけれども、ベルシステム24がプラス39円で、今日は久しぶりに強い動きになっていましたね。で、昨日決算を発表していました小松なんですけれども、今日はプラス336円ということで、大きく上昇した1日になっています。 小松は第3クォーターの決算を昨日発表していたんですけれども、めちゃくちゃ利益上がってましたので、やっぱりこの辺りの銘柄はしっかりと買いが入ってきてますね。で、iPhone マイナス6円ということで、まあ、こちらもね、おそらく業績はいいんじゃないかなと思うんですけれども、決算待ちの様子見かなといったところです。で、コ o p プラス34円、今日は大きく上昇していまして、昨日めちゃくちゃ売り込まれていましたイスズプラス21円で反発してきています。ヤマハに関してもプラス5.5円で、今日はしっかりした値動きになっています。 で、白度プラス27円ですね。こちらもしっかりした値、ね、動きなんですけれども、やっぱり半導体関連銘柄が今日はそこまで強さがなかったということになりまして、東京精密はマイナス46円ですね。で、昨日動画の中で取り上げましたけれども、こちらも1月31日、昨日決算を発表していたキャノン、プラス297円と大きく上昇しているんですけれども、やっぱりキャノンは買われてきますよね。 今期の見通しもかなり調子良さそうですし、自社株買いも1000億円規模でやってきますので、今日は大きく上昇しているんですけれども、個人的にはね、まだまだこの先株価は上がっていくんじゃないかなと思ってます。 で、クレステックもプラス17円、こちらも強い動きなんですけれども、タカランドカンパニーマイナス7円となっていまして、タカランドカンパニーもここ最近は株価一服という動きではあるんですけれども、こちらの銘柄もね、業績はいいんでね、次の決算発表が多分3月の末ぐらいになるんじゃないかなと思うんですけれども、また年度末に向かって値上がりはしていってくれるんじゃないかなと思ってます。 はい。で、ローランド・岡村バルカー、この辺りも非常に強いですね。バルカーに関しては、昨日発表していた決算が、ぶっちゃけそこまで、業績の内容としては良くなかったんですけれども、今日はこちらの銘柄しっかりした値、ね、動きをしているところを見ると、市場が思っていたよりも、業績はそこまで悪くなかったんじゃないかな、といったところです。個人的には結構売られてくると思ってたんで、バルカーの今日の値、ね、動きは一安心ですね。はい。で、その次、不動産セクターですが、今日は伊藤忠がプラス103円となっていまして、大きく上昇しているんですけれども、その下、調理とか金松、佐藤昌寺、 で全部強いでですねで唯一商社セクターで値下がりをしているのが伊藤忠ックスになるんですけれどもこちらも本日1月の31日に馬中決算を発表していたんですけれども伊藤忠ックスは今回の決算発表と同時に業績の修正を出してきていましてちょっとその業績の修正もかなり面白い理由だったんですけれども今期売上高でもともと1兆2000億円ぐらいで計画をしていたんですけれども。 その計画自体がですね、なんか計算が間違ってたっていうことで、今回伊藤チェネクスは売上高の下方修正を出してきています。なんですけれども、利益面に関してはね、一切減額をすることはありませんでしたので、まあ、今日売られてはいるんですけれども、明日以降はまた買い戻しが入ってくるんじゃないかなと思ってます。 はい。で、その次ですね。金融セクターですけれども、今日は金融セクターも非常に強い一日となっていまして、上から三菱 UFJ フィナンシャルグループプラス31円ということで、もう間もなく株価も1400円に乗せてくるんじゃないかなといったところです。で、ジャックスとかオリックス、この辺りも大きく値上がりしてますね。で、野村ホールディングス、プラス9.7円となっていまして、こちらも大きく値上がりをしているんですけれども、野村ホールディングスもね、今日決算を出してきていましたけれども、かなりいい決算の内容でしたね。で、損保ホールディングスとか東京会場、NEC キャピタルソリューションまで、 今日は金融セクター全部値上がりとなっています。で、その次不動産セクターですが、イオンモール統制こちらも大きく値上がりをしているんですけれども、その下情報通信セクターに関しては値動きまちまちとなっていまして、スカパーと NTT はしっかりした値動きなんですけれども、ソフトバンクがマイナス4円ということで小幅下落となっています。で、その次電源開発ですね。こちらがプラス32円ということで、ここ最近は電源開発もかなりしっかりした値動きになってきています。 で、アイネット、マイナス8円ですね。今日は売られているんですけれども、アイネットも本日場中決算で、業績自体はね、やっぱりめちゃくちゃ調子良かったんですけれども、残念ながら本日はマイナスとなっているんですけれども、アイネットもね、直近でずっと株価上げてきていましたし、ぶっちゃけこのあたりの銘柄はね、どうせ業績いいんでしょうっていうところで、市場の期待値もかなり高かったかなと思いますので、そこまでサプライズ感のない決算だったのかなと思います。 で、1年がプラス20円ということで、こちらも値上がりをしていますが、その下クレオマイナス12円ですね。クレオ、今日はほとんど売買がなかったんですけれども、クレオも今日は決算を発表してきていまして、クレオの決算もね、個人的には結構いい決算だったんじゃないかなと思ってます。なので、明日以降はまたクレオは買われてくるんじゃないかなと思ってます。 で、マダホールディングスがプラス3.3円ということで、こちらもしっかりした値、ね、動きになっています。ということで、持ち株ざっと眺めてみたんですけれども、持ち株の中では売られている銘柄は結構少なかったかなと思います。 で、売られている銘柄に関しても、そこまで大きく売り込まれるような形にはなっていませんので、やっぱり日本株全体的にですね、しっかりとした買いが入ってきているのかなと思うんですけれども、動画の冒頭でもお話しした通り、ここ最近は買われてくる銘柄っていうのが、これまでの銘柄とは若干変わってきていますので、やっぱりね、資金の流れがちょっとずつ変わってきてるんじゃないかなと思います。 そんな結果、1月31日は楽天証券に保有している金融資産額3435万2447円となりました。で、動画の冒頭でお話しした通り、本日1月の月末ということで、今月のパフォーマンスもお話ししておこうかなと思うんですけれども、1月は1ヶ月間で楽天証券の金融資産額302万546円増えた1ヶ月となっています。 で、1ヶ月でだたい300万円ぐらい増えているわけなんですけれども、私の手取りのお給料大体30万円ということで、いつもお話をしているんですけれども、その手取りの大体10倍ぐらいの金額が証券口座内で勝手に増えているということですから、この金額を見てるとね、まあ、ぶっちゃけ仕事って何なんだろうと思ってきますよね。私が投資を始めてからは、一番値上がりをした1ヶ月だったんじゃないかなと思います。 で、来月以降なんですけれども、ここまでのパフォーマンスが引き続き出てくるのかっていうのは、ちょっとわからないんですけれども、今年は日本株かなり強気の1年かなと思いますので、来月以降も数百万円単位で楽天証券の資産額が増えていってくれたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで1月末、今日はそこそこ資産が増えまして、1月の1ヶ月間で見てもかなり大きく資産が増えたわけなんですけれども、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額でいうと、本日は3900万円台を超えてきています。 現金とかも含めた私の総資産額ですが、3909万2092円となりました。1月の引き落としも全部終わった後の金額で、総資産額が3900万円を超えていますので、今日はひとまずは達成感を感じているといったところです。で、次100万円増えれば、資産も4000万円台になってきますので、運が良ければね、2月とか3月ぐらいに資産額も4000万円台に乗せてくるかなと思うんですけれども、目先はですね、結構決算なんかも出てきますので、この3900万円台をしっかりキープしていきたいと思ってます。 そんなところで1月は非常にいい1ヶ月の締めくくりができたんですけれども本日1月31日は持ち株の中で決算が9社ほど出てきていまして銘柄で言うと日本特殊陶業 ARE ホールディングス三和ホールディングス調理伊藤中エネクス野村ホールディングス電源開発アイネットクレオこんなラインナップになっているんですけれども今日は動画の撮影を結構早い時間にしていますのでまだ全部の決算が出てきたわけではないんですけれども今のところすでに開示されている決算で5社ぐらいありましたので現時点で出ている決算の中で私 が一番注目ししたた決算についいいててお話をしていきたいと思いますということで、その銘柄が野村ホールディングスですね。野村ホールディングス、今日引け後に決算を発表してきているんですけれども、この決算がね、めちゃくちゃすごかったんですよ。決算単身のサマリー部分からお話ししていくんですけれども、まず売上高収益の部分ですね。こちらが3兆9865億円となっていまして、前期に比べてプラス74%となっていまして、野村ホールディングスね、今期の売上高がもうめちゃくちゃすごいことになってます。 で、第3四半期終了時点の最終利益に関しても、1091億円となっていまして、前期に比べてプラス27%増えているといった状態ですので、野村ホールディングス、今期は稼ぎに稼ぎまくっている、そんな1年になっています。で、野村ホールディングスに関しては、売上高とかが株価にかなり影響されますので、通期の業績見通しを出してきていないんですけれども、売上高に関しては、今現時点で、すでにコンセンサスを超えるような状況になっていますので、これはね、めちゃくちゃ評価されてくるんじゃないかなと思います。 経常利益に関しては今期末のコンセンサス予想までまだ届いていないんですけれども、さすがにこのペースで伸び続ければ、コンセンサスは余裕で突破してくるんじゃないかなと思いますので、多分アナリストもコンセンサスの予想を引き上げてくるんじゃないですかね。で、当期利益に関しても似たような状況になっていまして、前期と比べてもしっかりと利益は伸びていますので、今期末の配当に関しても野村ホールディングスは予想を出していないんですけれども、配当金もしっかりと支払ってくれるんじゃないかなと期待しています。 で、野村ホールディングス何が良かったんですかっていうところで、こちらが一番分かりやすいかなと思うんですけれども、一番左のグラフですね。主要3部門の税引き前利益で一番伸びているのがホールセールスとなっていまして、 野村ホールディングスの中には大きく3つの部門があるんですけれども、ホールセールスっていうのが企業向けの M&A とか IPO のお手伝いとかそういったことをしている部門になりまして、その次インベストメントマネジメント部門っていうのが野村アセットマネジメントとかになるんですけれども、投資信託とかを作っているようなそういう部門ですね。で、最後に営業部門、こちらが野村証券とかの視点とか個人向けの営業部門になるんですけれども、営業部門に関しては利益横ばいとなっていまして、インベストメントマネジメント部門に関しては利益若干減ってるんですよね。なんですけれども、 カバーーーしててあまりるるほどホルルセール部門が伸びているといとった状況ですはい。で、営業部門の収益の内訳を見ていくんですけれども、こちらも結構特徴的かなと思うんですけれども、ストック収入に関してはほとんど増えていないんですよね。なので、預かり資産とかからいただいているような手数料に関してはそこまで増えてはいってないんですけれども、やっぱりフロー収入のところがめちゃくちゃ伸びていまして、株価もこれだけ上がってきていますので、その株式を取引する時の手数料なんかも結構増えてきているんじゃないかなと思います。 で、一番利益を伸ばしているホールセール部門なんですけれども、地域別に見ればアメリカの利益の伸びがかなりすごいことになってますね。そんな稼ぎに稼ぎまくっている野村ホールディングスなんですけれども、今期多分お金が余って仕方ないんでしょうね。野村ホールディングスは第三四半期の決算発表と同時に自社株買いの発表もしているんですけれども、その内容がこちらですね。 取得する株式の総数が1億2500万株上限ということになっていまして、この数字が発行済み株式に対して4%という割合になりますので、昨日キャノンも3.3%の自社株買いを発表していましたけれども、それを上回るインパクトで今回野村ホールディングスは自社株買いを発表しています。 金額の規模としてもそこそこ大きな金額になっているんですけれども、発行済み株式の4%を今回自社株買いしてくるということですから、今株価769円ですけれども、もしかすると今回の決算で野村も近いうちに株価は800円台に乗せてくるんじゃないかなと期待しています。 そんな感じで本日は野村ホールディングスの決算を発表したんですけれども今日決算を発表してきた企業基本的にはいいところが多かったですねやっぱり日本企業の決算とかを見ていると業績いいところ多いなと思いますので保有していない会社の決算とかも見ながら私も追加で仕込む銘柄を考えていきたいと思ってます以上